ときめきメモリアルガールズサイド3兄弟三角関係編を本日もプレイしていきたいと思います。前回はライブハウスデートをしてきたところですかね。で、ですね、前回言ったかな、残すところね、あと3人でデートをする予定は1回となっております。なのでまあ今回からね、そろそろまあまたね、文化祭明けにちょっと揉め状態にしたいかなと思っているので、ちょっとそこをね目指して今回から調整にね入っていきたいなと思います。てかちょっと待って、ストレスがすごい高ストレスだった。ちょっと寝よう。ちょっと今月のねなんかお休みはちょっとあれですね、来月のためのお誘いにね全部ちょっとつぎ込んでいきたいと思います。もしもし。あ、光一くん、藤谷だけど。お、おう、お前か。なんだ、どうしたよ。どうするかな。臨海公園でも行くか。10月2日に臨海公園に行かない？じゃあ2人で。お、付き合うぜ。じゃあ10月2日に羽ばたき駅で待ってるね。わかった。まあ落ち着け。じゃあまたね。おう、じゃあよ。やった、早く10月2日が来ないかな。もしもし。あ、光一くん、藤谷だけど。お、おう、お前か。なんだ、どうしたよ。ボーリング行き過ぎだよね、多分ね。ボーリングは、プラネタリウムでも行くか。10月9日にプラネタリウムに行かない？お、付き合うぜ。じゃあ10月9日に羽ばたき駅で待ってるね。わかった。まあ落ち着け。じゃあまたね。おう、じゃあよ。やった、早く10月9日が来ないかな。あんまりやったっていう気持ちにはならないけどね。藤谷。ああ、ちょっとね、今月だと早いんだな。小一くん、何？お前今度の日曜空いてんだろな。ごめんね。なんかそんな突然こっちから誘ってきたから行けるのかと思いきや断るみたいな。
ごめんなさい、ダメなの。なんだよ、どうにかなんねえのか、って言ってこうちゃんを、あ、違うか、次はあれだ、3人デート誘おうと思ってた。ごめんなさい。わかったわかった、そんな面すんな、怒っちゃいねえからな。一応何かあったのかな、もうちょっとね、こっちの計算してるペースで行きたいからさ。で今日、これからね、最後の三人デートの紅葉デートにね、誘おうと思うんですが。もしもし。あ、ルカ君、藤谷だけど今大丈夫？俺も、電話かかってこないかなって思ってた。何？そう、ここで、まあ、時期的にもね、場所的にも、本当はちょっと怒らないんですけれども、まあ、揉め状態のね、予兆のイベントをね、ここで、まあ、デートの帰りですかね、編集してちょっと入れたいなと思います。10月16日に羽ばたき山の紅葉を見に行かない？わかった。3人で行くんだよね。うん、大勢だと盛り上がるよね。二人っきりの方がもっと楽しいかもよ。え？いや、なんでもないよ。楽しみだね。じゃあ、10月16日にバス停で待ってるね。了解。寝坊しないように頑張る。うん、孝一くんにもよろしくね。やった、早く10月16日が来ないかな。ミオか。ダンビ、一緒に帰ろ。あ、ミオ。うん、一緒に帰ろう。明日の運勢、占ってあげる。で、この次の文化祭前の月光は、ちょっと念のため、前回確かそう、二人で帰って喫茶店に行ってね。で、今回前回と同じペースで、揉め状態を作る調整をしてるんですけど、確かそう、前回、帰りの喫茶店が入ってた気がするので、ちょっと今回もね、できればそこも同じにしたいんですよね。まあ、ちょっと最悪、出てこなくて、失敗したら、まあ、文化祭中にね、デートをしてどうにか、明けに揉め状態を作れればなと思います。で、今日はまた、あれか、二人デートに誘うか。もしもし。あ、孝一くん、藤谷だけど。お、おう、お前か。なんだ、どうしたよ。でも行くか。10月23日に遊園地へ遊びに行かない？お、付き合うぜ。
じゃあ10月23日にバス停で待ってるね。わかった。まあ落ち着け。じゃあまたね。おう。じゃあよ。やった、早く10月23日が来ないかな。ああ、バイトマスターか。片付けも終了と、今日もすごく忙しかったな。今日もお疲れ様。あ、店長、お疲れ様です。君のおかげで、うちのお店もだいぶ助かってるよ。そこで相談なんだけど、高校卒業したら、うちへ就職する気はない？考えてもらえると嬉しいな。そうだね、今回も、またね、バカだからちょっと。就職するかな。はい。このお店に就職か、ちょっと考えてみようかな。私が親だったら絶対進めないけどね。お菓子屋さんに就職は絶対進めない。カレン様がはっきりなさらないから。ちょっと、カレン様になんて口の聞き方？失礼でしょ？カレン様のお気持ちは、おっしゃってください。ん？カレン様って。ごめん。カレン様！カレン？カレン様。あなたのせいだからね！あなたがカレン様を！は？何言ってんの？カレンを探しに行こう。確か屋上の方に向かったはず。大丈夫？変なとこ見られちゃったね。かっこ悪。ううん。これは私の独り言。いい？うん、全然聞こえないよ。もうこういうのはやめてって言っちゃった。あの子たちに。うん。私本当は苦手なんだ。特別扱いっていうの。花椿の冠はね、ただ生きているだけでも勝手についてくる。だから家を出たのに、いつまでも花椿一族。誰に会っても、あの花椿って。私も言ってたかも。ごめん。いいって。みんなそうだもん。それに親もね、大好きだし。いい人だけど、子供に甘いのがたまに傷でさ。それが嫌で嫌で、高校入学と同時に家を出た。親も自分も、改めて自分たちを見直すために。そうだったんだ。なんて言うとかっこいいけど、実際、バイトだけじゃ生活できないし、親のお金でいいマンション住んでさ。何やってんだろう。本当はもっと普通の家に生まれたかった。ちっちゃくて可愛い普通の女の子になりたかった。カレン、すっきりした。独り言終わり。あれ、バンビいつからそこに？今たまたまね。たまたまね。じゃあせっかくだし一緒に帰ろっか。うん、帰ろう。バンビありがとね。
カレン、少しは気分軽くなったかな。ね、私はちょっと気分が重くなると。今日は臨海公園ね。ちょっと早かったかな？あれ？小一くんも起きてる。早かったね。待たせちゃった？まあまあ。時間間違えちゃった？間違えねえよ。この辺、たまに変なの出るからな。行くぞ。ん？おう。ん？特別鍛えてね。もともとだ。うん。おい、なんでそんな格好してんだよ。え、変だったかな。バカ、そうじゃねえ。なあ、似合ってんぞ、その格好。大一くんがこんなに喜んでくれるなんて、この服にしてよかった。まあ、レンガ道以外はあんまり喜ばれないから。いっか、これでね。ほんじゃ、行くか。ん？ああ、どうした？バカ、試験だよ。おお！てめえ、今日どこかでやり返す。沖に船が見えるな。ぼーっと眺めてると、なんだかこう、ガラガラだな。あ、どうした？バカ、試験だよ。本気か、お前。これは、確かこれだったね。旅に出たくなるよね。だな。世界は広いんだろうな。喋れ。持たねえ。ああ。どうした？バカ、試験だよ。お前は、ああ、この匂いだ。うん、いい感じだよね。お！超久々。楽しかったな。今日のデートももう終わりかな。おい、自販機あったら言え。あ、喉乾いちゃったのね。じゃあ、ちょっとどれにするかね、確認したいと思います。じゃあ、見つめるいたずらくっつくでいきたいと思います。自動販売機？喉が乾いたのかな？私も喉乾いちゃった。おう、飲みてえもん決めとけ。そうだな、私は。え、なんだよ。これ何してんだ。うん、いい。光一くんのもらうから。はあ？おい、待て。どうしてそうなる？二人で分けるの嫌？あ、攻めるわね。ダメ？バカ、お前な、そういうのは、なんでもね、お前もう喋んな。うん、
変なこと言ってごめんね。くっ、ぶっ壊れちまったのか、俺は。あ、なんだ、いや、本気か、お前。ま、安心しとけ。上等。ま、いや、バカっぷりだ、これ。あ、なんだ、ま、あ、メーター、ふ、上等。ま、ぜ、あ、なんだ、ま、安心しとけ。上等だ。あ、なんだ、ま、安心し、悪い。あ、ど、上等だ。ま、どうにも本気か、お前。バカっぷりだ、これ。あ、なんだよ、なんだ、やんのか。ま、安心しとけ。悪い、加減が効かねえ。本気か、お前。メーター振り切んぞ。あ、どうしたよ。上等だ、覚えてろよ。ま、やめろって。本気か、お前。私までドキドキしてきちゃった。しかしよ、俺と出かけて楽しいのか。お前も物好きだな。どうした？あ、どうした？バカチキンだよ。まだ物足んねえな。お前は。おい、しおり。あ、そうすか、そっか、そうだね。これが来るよね。ちょっともういいかな、アプローチ今日はね。うん、うん？あ、いや、ガキの頃はそう呼んでたっけなって。よ、いいよ、そっちの方が。おお、そうかよ。うん、しおり。あ、いや、練習だ。気にすんな。なんだかちょっと照れるかも。おう、お前、まだ時間あるか？うん、大丈夫だよ。よし、じゃあ移動するか。多分ね、大接近出るんだけど、ちょっともう一途ルートで全部見ちゃってるので、まあ、前回もそうしたと思うんですけど、大接近とね、あと、追加デートの方はね、カットしていきたいと思います。うん。ちょっとすいません、私が間違えて 100% にしちゃって、ドキドキマックスになっちゃった。あ、光一くんからメール。お疲れ、バテたんじゃねえのか、はしゃぎすぎだ。まあ、ゆっくり休めだって。よかった。今日は光一くんとすごく近づけた気がする。今週はバッチリ。今週は楽しかった。星の導きの通りやったね。あ、お泊まり会かな。いたいた、バンビ、お泊まり会するよ。あ、ガレン、お泊まり会？いつ？今日でしょ？今夜、ガレンの家で。そう、どうする？きっと楽しいよ。うん、行く。やった！バンビ、愛してる！楽しみ。うん。じゃ、また後で。じゃあね。お泊まり会楽しみだな。
ごめん、待たせちゃったかな。大丈夫。じゃ、直行。出発。やっぱり素敵な部屋だな。羨ましい。火の打ち所がない。ふふ。さーて、お茶入れよっと。今日はどの茶葉にしようかな。おっと、こんな時間。じゃあ部屋行こっか。うん。おじさん臭い。またこんなの着せて。とは言っても着るんだな。ねえねえ、ところでバンビー。何？今気になってる男子いるの？正直に答えて。これもでも一通り聞いたよね、パターンね。どうしようかな。たまにはこれにしようか。あちらを立てればこちらが立たず、そんな状態。そうね。迷ってるってこと？罪な女だね。そうなの、罪な女なのよ。そういうのじゃなくて。でも気になる人か。バンビ、勉強頑張ってる。先生たちも褒めてる。全然成果出てないけどね。え、そうなの？見てる人は見てるんだって。もちろん私もその一人。見てるだけじゃなく、カレンも少しは勉強すればいいのに。勉強頑張ってるのちゃんと見てくれてる人もいるんだ。嬉しいな。今のバンビではまだダメ。ここから成長すれば、あるいは。なんかでも前回より、なんか前回もう全然ダメみたいな感じのことを言われたような気がするんだけど。え？バンビを取られるなんて嫌！今のままでいいじゃん。それはバンビが決めること。何のことだろう。パラのことよ。さて、いい時間だし、そろそろ寝よっか。そうだね、じゃあ電気消すよ。まだ眠くない。ダメ、夜更かしは美容のためにも絶対禁止。はーい。おやすみ。いろんなこと話せて楽しかったな。どうしよう。時間的には、いや、やめるか。じゃあ、今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。